かがですか、和田明子です。こんにちは、日本放送柿原忠です。いやー、1月の16日、もうこれは中旬ですか。中旬入りましたね。いやー、早いね。後半に入ったわけですよ。早いです。後半、はい、何があってんやろね。いろいろありすぎます。私ね、もう本当に毎日毎日激動な日々を送ってますから、なんかもう最近ね、日付もちゃんと朝確認しないと分かんなくなりましたね。あ、覚えてる？じゃあいつも。あ、そうか、毎日毎日やってるとなんとなく、うん、まあ、何月何日の月曜日とかなんか言ったりするんでしょ。なんかそんな言っちゃいけないみたいな言い方。言ってます、言ってます。だいたいね、何月何日、8時になりましたとか言ってます。だからね、昨日なんかすごい思ったのは、あれ、日付をまず、え、今日何日だっけって覚えてないのと、明日はラジオだから、あ、今日金曜日だと思ってんだけど、あれ、一昨日の晩何食べたかなって言ってところに、あ、やばいんじゃないこれ。いや、急いで脳トレやってんだけど、もう遅い。ダメかな、真面目だからね。いや、ダメかな。いや、あの、ドクターに言わせるとですね、人によってはですよ、はい、その一昨日の晩ご飯何か覚えてますかって聞かれて、はい、覚えてる方がおかしいって人もいるんですよ。あ、そうなの。そんな忘れて普通でしょって。あ、そんなにね、もうそれですぐなんか脳が老化したとか、はいはい、脅す人もいるけど、うん、気にしなくていいですっていうドクターもいます。人、いろんな人がいますからね。まあまあね、はい、まあ、人によって症状も違うんですけどね。まあ、それにアコさんの場合は、はい、もう年末年始もそうでしょうか、はい、濃いですから。濃いです、毎日が。はい、自分で言うのもなんですけど濃いですね。濃いですよね。もうでも今年はね、嬉しいことがいっぱいあってね、例えば、まあ、言っていいと思うんだけど、私ね、初めてコマーシャルやったのがハウスのくくれカレーなんですよ。そうなんですか。はい、あのメロも覚えてるの。タンタカタカタカタハウスくくれカレー、頭使わなくていいもんねってやるの。レトルショップ、レトルトショップ で、ね、でもう一個のバージョンは、タンタカタカタカタ、いいお嬢さんですねとかってお客様が言ってらっしゃると、お嫁にもらってとかって言うのよ。おー、怖い CM ですね。いや、それから芸風変わりませんね。それが44年前。44年前。あ、本当はね、長谷園ずっとお世話になってたんで、あの、こういうことはお話しできなかったんですけど、もう長谷園卒業しましたし、はい、あの、卒業と別に論文書いてるわけじゃない。大丈夫です、卒論出さないわよ。卒論出さなくて大丈夫です。30年あのお勤めされて、お勤めって別にあの変なのか分かってますけど、はい、出所したわけじゃないです。はい、はい、いや、30年間長谷園もお世話になったんですけど、カレーはまあやってないですからね。で、初めてコマーシャルやったのが、あの、そのハウスのくくれカレーなんですよ。で、次にくくれカレーと1ヶ月遅れで、あの、ふまきらっていうのやったんですよ。殺虫剤、おい、シューッシューって逃げたってダメさ、あんた逃がせへんでっていう、カットハイに向かってやるんです。効果ありそうだな。いや、本当にそれで、あの、年明けてすぐに、あの、いつももう30年代のね、あの、赤坂にある小料理屋さんがあるんですよ。で、そこ割と、まあ、政財界とか著名人もよくいらっしゃるんだけど、そこのもう家族対象と家族ぐるみの付き合いしてて、で、なんかの話で、あの、ちょっと今日忙しいからあるちゃん、もう早めに頼んでくれないとか、オーダーね、うん、どうしたんだよとかって言ったら、上も団体で入っちゃってんだよとか、誰とかって、ハウスのさ、新年会でさとかって、もう言って、本当は普段は言わないよ誰に。ハウス懐かしいな、私くくれから最初にコマーシャルやったんで、って大将もなって、そしたらそこの娘が調べてくれて、なんと44年前の動画があるんですよ。で、もし、あの、コマーシャルの映像が、そう、はい、それでスマホで見れるんですよ、それでそれをもしよかったら、あの、時間が空いた時にでもお見せしてとかっつって、はい、で、あの、お見せしたのよ、その宴会をしている。いやいや、 それからまた次いらした時に、今度機会があったらって、もうその時は帰っちゃったから。ああ、なるほどなるほど。そしたらさ、新製品だっつって、くくれカレーは和田子さんで有名にしていただきましたって、今の現社長が、はい、入られた時にコマーシャル担当されたんだって。本当ですか。そしたらもう嬉しいじゃない、そういうの。それが嬉しくて、新製品なんですよ。だからまだ発売されてないの。だから私も発売されるまでは食べるのをやめようと思って。見るからに美味しそうですけどね。で、昔これもまたね、銀座でよく飲んでる時に、あの、SB の
長さんとよくお会いしたんですよ。で、その時の SB の社長さんなんだけど、今どうか分かりませんが、山崎さんとおっしゃったの。その方も、私、ハウスのコマーシャルやってたんですけど、もう今やってないし、永谷はカレー出してないんで、カレーっていうと SB なんですよ。ったら、SB をずっと送ってくださって、中から甘から、山崎さんっていう社長が。はい、でそういうのもあって、なんかうち今、カレーだらけでさ、すごいことになってる。もうなんか、嬉しいんだけど、はい、こんなに食べたらいい板なんだよ。そんな動画がまだ残ってると思わないし、はいはい、なんて言うんですか、私なんかだと粋やねって、はい、あ渋いねってありがたく頂戴いたしますっていう感じ、はい、なんか微妙にさ人の優しさで、今回あんまりちょっとこれも言えないんですけど、お正月から紅白終わってすぐ竹山を走りにしてハワイ行ったんですけど竹山さんお疲れ様でした。はい、そうだった竹山と竹山の両方というのはね、私の携帯が壊れたんで、壊れたっていうか圏外になっちゃってね、で一応スマホも持って行ったんですけど、スマホはどっちかっていうと私は録音するときとか、あとはなんツイッターのときしか使ってないんで、電話としてはあんまり電話知らないんですよ、かけれないの。だからもう毎回部屋も竹山行くのも出発するのも私は成田からで、竹山は羽田だったんだけど、成田に帰ってもらって、同じ飛行機にしてもらって、でホテルも一緒にしてもらったの。でも必ず竹山に、竹山は木梨に連絡取りたい、あこさん部屋の電話でかけてくださいよ、お前からかけてくださいちょっと今海行きたいんですけど、海がずっとある私の気持ちは今やもうね、竹山と奥様には本当お世話になって、それにもまして木梨のりたけとひろみの優しいこと、あとねあこさんが帰るまでに絶対来るっつってフミヤも来てくれて、もうなんか私女なんだけど男の友情を感じたそうですか。いやハワイ3人はあこさんと常に行動を共にしたんですか。そうです。そうなんですか。はい、夜はそれでそれぞれの家族と、いやもう本当にね、ハワイってあんないいとこだったのかなっていうぐらい、ハワイってどういうイメージある？やっぱ暖かくて、日差しが強くて、ちょっと行くとすぐ木陰があって、風が吹いて、はい、海は常に穏やかで、どこ行っても食べ物美味しくて、そんなイメージですね。ところがね、私が泊まったホテルは木梨とひろみのお家のそばにしてくれたの。なんかあっても自分たちがすぐ来れるようにって。そしたらそこはね、ご神木みたいな素敵な公園があって、木がすごいのよ、はい、そこ行くとなんか本当に癒されるっていうかね、まあ、そういうイメージありますね。そうなのよ、なんかねそこで、あ、何もしないでこのそこに座るか寝そべってね、木陰で、それで何にも邪魔されないっていうのが人間の一番の幸せなんだなってすごい思ったよ。なんかすっごいみんなに感謝して、だからもう感謝してもし尽くせないぐらい、なんか木梨、ひろみ、まあ、勝俣もいたけど、勝俣子供がいたから、で木梨とかひろみの子供はもう成人してるからね、あれだったけど、もうあんまりな、普段に日本では感じないような気持ちに、はい、させてくれたんですね。最高でしたね。そんな思いで帰ってきて、でそれ木梨がキャメラマンで、だからハワイ着いたらさ、井上公造とかみんないるんだけど、ちょっと、仕事をして、あと遊んでもらいます、仕事ロケだけちょこっとやって、それを木梨とヒロミがこの本ビデオ持ってるんだけど、何しにいらしたんですか、アッコさん。公造さんからアッコさんがインタビュー受けてるのを撮ってるんですか。そう何しに出したんですか、知らねえよとか言っちゃって、そっから始まるんですよ。で朝から晩まで寝てる時以外は全部木梨が一人で回して、で1時間のビデオのテープが今9本あるって言ってました。そうですか。はい、これをまあみんな映ってるからね、お正月一緒になって
今スポンサーがどうのこうのとかあるから、なんかもう DVD にしようかとか、なるほど、反対になんかどっかで回しちゃおうかとかっていろいろありますね。編集は木梨さんがやると。はい、今必死でやってます。昨日電話したら必死でやってます。じゃあ誰よりも先に多分アコさんとかがご覧になるわけですね。そうです、そうです、ね、来週か再来週あたりご飯食べて一緒にミーティングしようって言ってます。はいはい、そんなことがありつつも、まあフジテレビの仕事で熊本行ってきたんですよ。はい、なんかツイッターにもアップされてましたけど、ものすごくツイートしましたよ私。西東京市の桃太郎侍さん、あっ親分、はい、今年初メールですと、はい、早いもので1月も半分過ぎましたが、はい、親分のツイッター拝見していると、はい、大忙しですねと。本当忙しかった、はいはい、ハワイに九州に、はいはい、大変でしたね。やっぱりツイッター来ますか。来ますね。あ、だからそうですよね。ちょっと待ってね、今ね、ディレクターから押してますが、曲は行くつもりです。曲行きましょうか。はい、それでは、業務連絡にお答えして、はい